おはようございます。みさぺこです。さて、本日は、みさぺこ、佐世保夏祭りに行ってみた。はい、ということで今年も佐世保夏祭りの方に遊びに行きたいと思います。暑いだろうな。でもまあ、楽しくね、やっていきたいなと思うので、その様子をご覧ください。ということで、レッツゴー。はい、ということでメイクエリアの私だよ。では今日どんなメイクしようかな。何も決まってない。まあメイクしていこうと思います。それでは行きますよ。どう。はい、ということでメイクが完成しました。こんな感じで今年もオレンジにいたしました。気合入ったな。ということで今から着替えて準備していきたいと思います。それでは後ほど。はい、ということで今年も浴衣に着替えました。ちょっと身幅が足りなかったのが残念ピエンって感じですけど、まあそれでも楽しんでいきたいと思います。それでは後ほど。はい、ということで会場前に着きました。会場前というか会場周辺に着きました。楽しみ、久しぶりにお祭りって感じ。楽しんでいきたいと思います。それでは後ほど。さあ、家の中はカラオケ大会で盛り上がっております。何があるかしら、ちょっと見て回りたいと思います。では後ほど。ちょっと外出たりだけでこの汗の量です。ということで本日食べるのはきゅうりとはしめきにシクワサのレモネードを添えていただきます。おいしい。おいしいね。飲んだ。飲んだ。きゅうりが先。ぬるくなる、うん、珍しいよね、佐世保できゅうり売ってる。うん、ダブル。美味しい。違う、ダブルで涼しい。はぁ、あ、暑い。今ですね、カラオケ大会が行われてて、あまりにも著作権怖くて逃げ込んできました。レモネードって書いておきながらレモンスカッシュって言ったね。
しい。おいしい。今食べた？チーズがなんか2種類ぐらい入ってた。うん、私は一旦ごちそうさまでした。まあ多少なりとも風があるから涼しいの。うん、美味しかった。うん、去年はなんであんなに食べれたんだろう。朝ごはん食べないで行ったんだけど、うん、食べたよね。めっちゃ食べた去年。でも行ったらまた買っちゃう。空気に飲まれてね、うん、で持って帰ればいいって。うん、食べれんかったらね、うん、4時とかぐらいかな、うん、DJ 盆踊りになるものがあるらしい。なんでそれ。うーん、美味しい。美味しい。一口ね、うん、あ、本当だ、美味しい、うん、うちは欲しくない。うん、でもないもん。じゃあ、聞くばやです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。では第二陣行ってまいります。後ほど。はい、ということで、よいしょ、あらよっとこいせ。今車から出てきたんですけど、ちょっとは涼しいだろうと思って車にしたんですけど、外の方が涼しいということでは後ほど。はい、ということで、ただいま帰ってまいりました。見て、ハーグラン超かわいい。はい、ということで、帰ってまいりました。こちら、かき氷だった何かです。もう暑さでさ、氷溶けちゃって。うん、開けますか。うん、飲みて。泡が出ますからね、これ。泡が出ますからね。お母さん、このタイプ初めて。うん、初めてじゃない。うん、スーパードライバー。えい、完璧。本日、私珍しくノンアルでございます。最近酔っ払って失敗することが多くてね、ちょっと自重しようと。かき氷にビールに入れたら美味しいかも。どういうこと。どういうことでもない。ただ冷えて美味しいかなって思ってね。冷えて美味しいかなって。うん、甘みが増す。まあ、あの、皆さんもお察しの通り、私の夏祭りは食って食って食って夏なので、食べてわから夏をお送りしております。いや、あの、会場が著作権が怖くて、今カラオケ大会、さっきみたいにカラオケ大会をやってて、著作権が怖くて、こちらのここで食べて食べて食べててございます。感情の向かった、かわいい。母さん、お腹いっぱいだ。こっちにしよう。どうする、もう帰る。もう飲まないよね、うん、結構見て回った、ね、うん、2周したもんね、うん、帰ろっか。帰るか。この後は、メイン会場では DJ 盆踊りとなるものがあるらしいです。んで、その後花火大会。違うな、なんかもう一個あるんだよ、うん、こんなとこで花火大会は。ないね、この後もう一個なんかあるんだよ、忘れちゃった。
会社のね、あのポスターにデカデカと貼ってあったんだけど忘れちゃったよね。ね、シートベルト締めても出られんとよ、お金払わん。おっちょこです。おっちょこが出ました。あっち、あ、外の空気涼しい。ということで、今年の夏、サファー夏祭り、こんな感じでございました。締めをお家で撮るので楽しみにしててください。楽しみにというか、まあそちらでまた会いましょう。それでは、後ほど。はい、ということで、ただいま我が家でございます。ちょっともうこれ可愛すぎて話したくない。あ、暑かった。とても暑ございました。でもまあ、まあ滞在時間1時間だったんですけど、まあとてもね、いっぱい食べたし、まあなんか、祭りっぽい感じになったかなって思います。まあ動画内ではね、食べてる私の姿しかございませんので、あの、よく食べ、よく飲み、よく食べ、よく飲んだお祭りとなっております。ああ、楽しかった。まあね、こうやって、外に出ることも大事なことなので、外に出て、楽しいことをこれからもね、続けていきたいなって思います。まあ、いろいろと、あの、何ですか、戦うものはございますけど、著作権とかね、ありますけれども、頑張っていきたいなって思います。浴衣も久しぶりに着れてよかった。めちゃくちゃ可愛い。なので、とても楽しく、あの、回ることができました。またね、来年あるならまた遊びに行きたいなって思うので、また来年お会いしましょう。ということで、本日の動画ここまでいかがだったでしょうか。また次回の動画でお会いしたいので、チャンネル登録、高評価、コメントして、ピースピース、お待ちください。ということで、みさぺこでした。またね、バイバーイ。